はいどうも、せいチャンネルです。今回は人生最高レストランボリューム2恋するハロウィンフレンチをお送りしたいと思います。恋するハロウィンフレンチ。ね、フォーチュンクッキーをちょっともじってタイトルつけてみましたけども、前回は僕がフレンチに興味を持ったきっかけっていうことでシェンマツオ編をやりましたが、えー、そこからね、いろんなフレンチ店を渡り歩きます。えー、マダムトキさんとかでって、東、ま、大入った時に、今度はあるフレンチレストランに 行ったんですでそれでちょうどハロウィンパーティーに参加してみましたでそうするとねちょっといろいろ印象的なことがございましてそれ以来そのお店に今も通い続けておりますそのね、えー、きっかけとなったそのハロウィンディナーの話を今回はさせてください今回紹介するお店はレストラン平松レゼルブというお店でございます、えー、レストラン平松っていうのはねフレンチイタリアンの大企業 高高級級フレンンチ高級イタリアの大企業ってなかななかか珍しくないで、すか、ね、その平松グループの、えー、2番目くらいのお店ですかね、1番総本山がレストラン平松、なぜか広尾の駅のマクドナルドの隣にあるんですけどね、そこに実はその1ヶ月くらい前に行って、フォアグラのキャベツ包みとかいただいて、ああ、すげえってなったんですけども、えー、そのね、今回はセカンドラインみたいな。 位置づけでありますで、えー。当時の店名はキャーブドヒラマツ昔はねさらにラ・レゼルブっていう名称でやってたところでございますじゃあいよいよ料理の紹介をしましょう、えー、今回はハロウィンディナー、えー、9000円のコースでございます飲み物も含みます、えー、でまずはまあ一口前菜みたいな感じでしょうかシュー生地の中にカボチャのクリームがあってジャコーランタンらしく顔を描いてるねかわいらしい 一口でございます。それを食べた後、次に出てきたのが、こちら。ね。はい。えー、かぼちゃのスープでございます。かぼちゃのスープに、まず何が乗っかっているか。えー、栗ですね。栗。どこ指さしてるんだいう。てか、そもそもね、手映ってないですよ。写真の上に来ちゃってるから。ね。えー、栗。さつまいも。フォアグラです。はい。豪華なスープでございますね。これめちゃんと美味しかったっすよ。ね。 あの、フォアグラは特に美味しかった。で、フォアグラも美味しいんだけど、やっぱカボチャの水分もレベルが高くて、すごく美味しかったです。次、魚料理です。はい。この魚料理、結構シンプルでございますね。これは、和歌山県産の梅マダイっていうものを使ったやつです。ね。梅マダイ、まあ、マダイでございますよね。まあ、でもやっぱ普通に美味しい魚。まあ、美味しい魚くらいの記憶しかないです。もう5年経っちゃってるからね。5年経ってますから。ただ、 この5年経ったんだけど実はこのあと僕の頭の中今でも鮮明に残るたった一晩で終わった恋の話させてください東大生の恋バナですよはい、えー、このあと僕は1人で来てましたガラリナーっていう形なのであの地下の結婚式の披露宴会場にもなる広いところで、えー、行われましたまあだから僕以外に2人組の方が2組おられました で、まあ、一組の人とは特に喋ってないんですが、もう一組が、結構僕とそんなに変わんない、ちょっと上くらいかなの若い女の子二人だったんですね。多分女子大生だったかなうん。で、その子二人に話しかけられたんですよ。で、そこで話が弾むんです。で、僕はね、まあ皆さんがね、あの思い浮かべる東大生像っぽく、えー、結構奥手なタイプがございまして、えー、話しかけられたはってなるんだけど、でもね、やっぱね、 かわいかったから <laughs>、気持ち悪い顔してんな。<laughs> まあ、そんな感じでちょっとね、デレレしながら、今もデレレ,レしてるけどね、ね、えー、話してて、そうするとね、実はその二人は、そこの店員さんと、えー、お友達なんですって。その店員さんも若い女性の方なんですけど、まあ多分その誘いを受けてやってきたんでしょう。9 0だからね、まあちょっと我慢すればいけるでしょしかも、この後肉料理出てくるんだけど、結構ね、それ考えたら豪華ですよ。飲み物を含んでるし。だから結構当たりの会に来たなと思うし。 まあいや、とりあえず次、肉料理。これは黒毛和牛です。えー、飲み物を含んで急円のコースで、まさか黒毛和牛出ると思わんっしょ。いや、まあ、和牛出るやろって思う人もいるかもしんないけど、まあまあ豪華だと思いますよ。最初、フォアグラ出てるしね。で、このお肉を赤ワインとビーツのソースでいただくんですけども、これフレンチで食べる和牛ってね、めちゃめちゃうまいっすよ。あのね、味わってみてください、一度。本当に美味しい、こういう。 えー、まあね、それでやっぱ話もどんどん弾みます。うん、で、このあと、このお店って、実はもう一軒家、結構でかいんですよ。今、この食事までのね、あのお肉料理までの会場は、地下1階の、えー、会場でございましたが、このあとは3階に上がります。えー、3階に、あの普段のね、あの普通のお客さんが使うレストランフロアがあります。そこで移動したので、一旦その女の子たちとは分かります。で、デザートはこちら。 はいこちらです。は <laughs> いこちらでございます。え、ね、ちょっとお化けをやりたかったんですけどお化けってやっぱねちょっと可愛いゲンガーちゃんが出てきちゃうんですよね。ゲンガー可愛くない？ずんぐりむっくりしてて。全然関係ない話が出ましたけどまあこれがデザートでございます。で、えー、デザートなんですけど怖くないですか見た目。もう本当にデスイズハロウィンデスイズハロウィンっていうねあの怖い音楽が流れてきそうな。 デザートでございますね、まあ、具体的に言うと、例えばこのビスケット、フィンガービスケットは、えー、指の形をもちろんしてて、えー、爪の部分をアーモンドで表現されております。その奥にね、目玉あるじゃないですか。この目玉はね、ほんとリアルにできてる。ね、ほ他にもね、パティシエ渾身のデザートが、えー、数々並べられました。で、まあ、こういうデザートを楽しんで、ちょっとしたら、またその女の子たちと合流して、これを楽しみました。はい、ラテアート。 いいですねこの当てアうと楽しみました。3人でね、一緒に。で、もう一番最後の客になりました。もう話も弾んだし。いやー、めちゃくちゃ楽しかったですね、本当で、まあ、ハロウィンだからみんな仮装してます。僕も仮装しました。ね。えー、サムネにある通りです。はい。その女の子たちも、なんだろうな、デビル風かなだったかなそこら辺ちゃんと覚えてないけど、でもね、いい仮装してましたよ。ね。で、 この2人とその友達の店員さんはもう夜行バスに乗って大阪に行って USJ とか楽しんでくるって話だったらしいですなのでまあお店出て一緒に、えー、最寄り駅広尾結構歩くんですよ10分くらい歩きますそんな感じで3人一緒に話してた。た、ね、10月の終わりなのでもう夏の暑さも和らいで、ね、夜の涼しさを気持ちよく味わいながら女の子たちと喋った一晩で えー、広尾に着くとその子たちはバスタ新宿からバスに乗るわけですから広尾から恵比寿に向かってそしてエビスから JR で新宿に向かうっていう経路でございます一方で僕は、えー、足立区済みなので思いっきり日比谷線を北上して、えー、北千住から東部直通で帰るよって広尾駅でホームが分かれます しかも広尾駅は、えー、島式ホームじゃなくて壮大式ホームと呼ばれるねだから1番線2番線が、えー、別々の島になってるねところですなので、えー、広尾駅の階段を降りるところでお別れただ壮大式ホームなので、えー、向こう側の様子は見えますだから、えー、僕が電車に乗るところまで見届けてバイバイそしてこの時に気づいたあれ連絡席交換してねえや でこのあと僕はもう非常にああ連絡先交換しとけばよかったなと思うわけですよね、まあ、でも一期一会の恋だっていいじゃないですかねはいね、えー、そうだから僕はね、まあ、別に恋にはね興味がないんですよ全然この前の東大方程式のエンディングであんなこと言うくらいですからまあ恋は興味ないんだなって皆さん思うわけじゃないですかただせめて友達くらいではいたかったなと思いますね ななんんで連絡先交換しなかったんだろう、まあ、僕結構友達作るのあんま得意じゃないタイプだったんでねまあ一つ話すとあの高校1年生の時に現代社会の授業で教育実習生が来てでまあ友達に関することをちょっとレポートで書いてくださいみたいな感じでやったんだよで僕は「友達なんかいらないそす」ってなんかへ理屈をこねて書くわけですただ自分で書いて,てあ恥ずかしいと思ったからすぐ折り曲げて「丸○○って書いて提出しました すると、帰ってきたのは、その、マルヒーっていうところの周りをびっしりと長文で赤い字で埋め尽くす。で、書いてある内容はおそらく、その友達否定するの良くないぞみたいなね、えー、そういうようなことを書いてありました。ただもう、あまりにもちょっと心が痛いし、反抗心もあったので、えー、読みませんでしたけども。ただね、今ではね、さすがに友達はあった方がいいかなと思うようになりました。これも少し成長ですかね。Happy 要するにこのハロウィンディナーでたった一晩で消えた恋をしたよって話でございますね人生最高レストランなのに食の説明より恋の話の方が長くねえかって思った方そういう番組じゃねっけあれ <laughs> うんまあそれは人それぞれですねまあとにかくえこんな感じでキャブロヒラマツでまあ間もなくレストランヒラマツレゼルブって名前に変わるんですけども、えー、その名前に変わって まあ何回かねそういうイベントにも行ったりすると、えー、他にもいろんな人と喋りましたねまあその辺の話もまたできればいいかなとは思いますけどまあこれはね一番ドラマティックな恋の話でございました皆さんねこの恋の話いかがでしたでしょうかキュンキュンしましたか まあ、しないからね。<laughs> こんな東大生の恋物語にキュンキュンする人いるかどうか微妙なわけですが。まあ、とにかくね、ちょっとこういう感じで美味しいフレンチを食べながら恋をしたって話をしました。え、ね、えー、もちろんもっとね、職人秘重を置いた話も今後していく予定ですので、えー、ぜひお楽しみにしててください。はい、ということで、この動画が良かったと思ったら高評価を、興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。 あの様の東大法デスキンに出てます。末近づきというものです。あの晩はすごく楽しかったです。もしこの動画見てくださってるようでしたら。連絡していただけると嬉しいです。あの、連絡先概要欄に書いてありますので、ぜひあの連絡してください。え、ね、あの時はありがとうございました。